2024年3月20日です。体の調子の方はやっぱ良くなくて、あの今、両腕が筋肉痛みたいになってるんですね。うーんで、まあ、なんだろう、完璧な状態とはいつも言えない。まあ、でも、一番ひどいところは越えてはいるんですが、あーまあこ、この先もきっとそうなんだろうと。あ元気な日なんか一日だってないんだっていうね。 じゃあ元気がない時にどうやって生きればいいのか。何をして、えー、ね、絵を描きたいと思った時に手が痛いなって思ったら絵が描けないでしょ。うんうん、配信したいなと思ってお尻が痛くなったら配信ができないわけですよ。うん、ゲームなんて持ってのほかですよ、うん。ってなるから、じゃあ何すればいいんだって話でね。まあ、もうこの年までなると、うん、なんか、 しなくていいかっていうね。もうほんと、ご老人ですしって思うの。で、今日思ったのは、その、ほら、なんかこ、これを見るまでは死ねないとかさ、再来年に公開される映画が楽しみだから、それ見るまでは死ねないとかあ、あと、ま、孫が成人するまで死ねないとかね。まあみんなそういう目標がある中で、 僕は、あとどれくらい、その、見たいものが残ってるかとかねうん。これ、これがあるから死ねないんだっていう理由があるかなっていうものを今日は思って。で、ないなっていうところで、その、漠然とないなとは思いながら何かあるんじゃないかと。<laughs> そして、この年になるまで、じゃあ何があ、せめてこれぐらいまでは生きていたいみたいな。 ものをちょっと思い出してみようかななんていう、そういう雑談です。えー、っと、1999年7の月、ノストラダムスの大予言で。いや、ノストラダムスの大予言でどうせ死んじゃうんだしなという教育を受けてきたのに、生きて、えー、2000年問題とか。 あ,ありまして。まあまあね。そこからじゃあ何をあ頼りに生きていけばいいかなんつうのは、もうこ,ここでなくしてるっちゃなくしてるんですが、じゃあ直近で、えー、最近こう、これを見るまで死ねないなぁなんて思った作品は、 見れてよかったのは君たちはどう生きるか、まあ。この映画は見れたんですよね。よかった。じゃあ次の宮崎駿の新作が見るまで死ねないかというと、別にそういうわけでもない。 うんあと、そうね、この映画をもう一回見返したいとも思わないっていうのもあるし、まあ見れてよかった。劇場公開の時見れてよかったなとは思う。ゴジラマイナスワンが見たいかってうと別に見なくていいしなっていうのもあるし、ミッション・インポッシブルの劇場版の後編のやつ見たいかってうと、いや別に。 あの前編と後編一気に見れる方がいいしなんであんなに漫画が空いてんだろうっていうふうにも思ったりもするし特に見たいものがないああそうそう「ゴーストバスターズ」のなんか映画公開してんだってね今ねアイスランドだかなんだかねニューヨークが氷で凍っちゃう話をするらしいですけどあ別にあれも見たくないっていうね見なくてもいい。 サンドランドの映画も見なくていいし、サンドランドのゲームも遊ばなくていいし、うんドラゴンボールダイマーも別に見なくていいし、こう、やるのが楽しみなものがないんだね、エンタメにね。じゃあゲームはどうかって話で、まあ、やってみたいゲームはたくさんあるはあるけど、 別に死ぬ前にどうしてもやりたいゲームがあるかっつうと、そんなわけでもなく、楽しみにしてるゲームタイトルも一個もないっていう状態です。あ、あ,あ、そうだ、映画で言うとゼルダの伝説の実写ね。実写映画のゼルダの伝説ができるんだったら、別にこれも見なくていいし。 マリオの映画もね、別に僕見てないですけど、見なくていいしなっていうのも <laughs> あるし。なんつったらいいかな。多分僕、ゼルダの伝説は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドですね。これがとても遊べてよかったって話。で、その続編を何年も待って、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムができる これ、ま、これを遊べるまでは生きたっていう感じなんだよな。じゃあ次の次回作を遊ぶまで死ねないかっつうと別にいいやってあうふう <laughs> れ憂いを楽しみにしててティアキンでがっかりした分があるので。 まあトントンだし続編はこんなもんだしだその失敗の理由のほとんどが飛ばせないムービーシーンだったりそのお話を楽しむにあたって飛ばせないコンピューターのモーションの芝居であるとかうんと飛ばせないそのイベントシーンですよねああの一番最初にそのあなんかこう空にビョーンと飛び出す うんパラセール手に入れるまでにやる行動もそうだけどパラセール取った後にこう打ち上げる時に飛ばせないムービーが必ず入るっていうさうんことであるとかそこに至るまでに10分ぐらいその、ね、そのどんなに連打しても飛ばせないイベントシーンがあるとかねああいうのが良くないだろうとだからゲームを遊ばせたいのそれとも 何かこの文章を読ませたいのっていうので、えー、そ、そこがやっぱね、その、ブレスオブザワイルドの続きが遊べると思って、えー、ワクワクしてやってみたら、ただただ制作者のその、自己満足なあ、テキストとムービーを見せられるっていうねい、あの、不可避なやつがあるから、それがエンディングにまで、 ラスボス戦からエンディングにまでずっと続いてるからあの何、ー、だっけほらあのー、黒い赤い髪のがガノンドロフとの対決の時にわざと飛ばせないムービーにして必ずその僕らの操作が全く効かないところっていうのがあるのがやっぱゲームとしてどうなんだろうもう一つはやっぱ これからもそういうゲームがゼルダの伝説でおそらく作られるだろうし、うん、そのトワイライトプリンセスあたりから続くずっとその面倒くさいやらなきゃいけないチュートリアルが絶対最初に挟まるとかね、うん、快適なゲーム環境なんていうのが構築されないわけですから、うん、これはもう期待するのもしょうがないと遊ばせろって話ですからそ,それをやらせないから t ア a r s of the はね だから次に期待するかっつうとやっぱ期待もできないわけで。他になんか遊びたいゲームあるかっつうとね、別にやってもやらなくてもいいか。ああ、あれ、オブラディングもそ間聞かこれだけは死ぬ前にやっておきたいですね。 じゃあ、ファイナルファンタジー6 1 6が死ぬ前までにやりたいかっていう、あ、これはやりたいっけど。6-13は、別に、その、まあ、これはもう PC 版でしか僕は遊べないだろうなと思ってるから、でも PC 版遊ぶにはグラフィックボード買い替えないといけないしなとかっていうのもあるし、うーん。 変える気がしないんだ満足な環境でどうせ遊べないだろうしね。あとドラクエ12とか遊びたくないからさ。もう人が死んだからなんだっけなこの話はドラゴンクエスト12はもうその鳥山明が参加した最後の作品だから絶対やるっていう風に。 言ってるる人がいいぐららだから僕はそれを見た時にああって思ったんだよね。も物ののよし悪しじゃなくてもう完全に記念記念作品として遊ぶんだっていうさ、うん、その心構えやいかにであるわけでねうんちょっと違うかなというふうには思ったりします。 うん、こ,この辺もね、あんまり心が動かないんですよ。プロジェクトゾンボイドの完成が見たいかっていうと、どうせ完成しないだろうなっても思うしね。うん、まあいろいろ諦めてんでしょうね。あとは、うん、こ,この人が生きてるから僕も生きて、その、なんか見届けたいみたいなものとかも、 ついぞなくなりましたんでん。あとはもう若い世代のために若いアーティストとか若い映画監督とか若いアニメ監督とか若い漫画家とかがそ,その世代に向けて何か作品を作ればいいだけであってそれは僕が追っかける話ではないのでねうんそれでいいかななんていう風に思うので。 ないんだね今僕がんかこの作品見るまで死ねないとかあとチェンソーマンの2部の最後まで生きていたいとかもないしねどうせどうせ面白くない「ファイヤーパンチ」の焼き直しをするんだっていう風には思うのでうーん漫画で楽しみだっつうのもないしメイドインアビスも別にもう楽しみじゃないし。 迷子をワクワクして続きが気になるような話は何もないのでうーんもういっかっていうのはちょっと待ってなんかあるかなとか皆さんは何が楽しみですかみたいな感じはあるとあるんだけど僕自身がなんかこうパッとパッともうどうせこっから生きてもそのつまんない続編とか もしくは原作をめちゃめちゃ改変した別物のうう作品を見せられるくらいだったら見ない方がいいんじゃねえのうう。まああとは期待、期待を込めずに、ねうう、万が一面白ければよし。ううでもどうせ面白くないんだろう的な感じで、えー、受け手側としてはあまりいい受け,受,け受け手ではないですけど、なんかそんなのちょっと、 思いいましたねもうないんですよだから持ってる人がその生きていけばいいと思うでその持ってる人は今何を持って生きてるのかなとかは思うけど自分がもう何もいらなくなってんだなっていう食欲もない性欲もない遊びたい欲もない <laughs> 体はどんどん衰えるーだからどんどんこれを僕は 枯れてんだろうね,ねあ。枯れてこれでいいんだよ、ね。人間としていろんな意味でこうしおれてるんだろうなというふうに思いますあ。これをどうにかして活性させたいとも思わないし、あの、なんだろうね、そのバランスとして心だけが活性化して体がついてこない状況とかになると、 多分それがうつ病みたいなものを、中年のうつみたいなものを発症するんだろうからうん、あんまり頑張りすぎない方がいいよな、なんて思ったりするんで。もう枯れるのに身を任せるつもりではあるんですけど、うんうんなんかね、別に新一万円札が楽しみなわけでもないし、新一万円札を見るまで死ねないとも思わないし、あの、 印刷されてるのニュースで見たんだけどさ、なんか、どっかやっぱ他の国のお金みたいに見えんだよね、あの渋沢う渋沢さんの一万円札ね。なんか、青とピンクが混ざったような色合いの紙幣ってなんか、なんかね、ジンバブエドルみたいっていうのを見えちゃう感じが、とてもして。まあ、そんなんなんで。 今日はちょっとそんなの思ったって話です。うん、面白いことは何にもない。楽しみなことも何もない。でもそれでいいかって。なんか楽しみなものとか、大事なものとか、守らなきゃいけないものみたいなのが、自分の中にできたときにはそ、それこそ死ねない理由になるわけで。でも僕長生きしないだろうなとも思うから。 うんそんなものを持ってもしょうがないんだよなっていうね。えー、とにかく自分が死ぬ時にすごくミニマムにん死んでいければいいなとと思ったりしますね。だから僕が持ってるそのなんか貴重品うん多分ニンテンドースイッチの初期版のニンテンドースイッチぐらいしかないけど。うーんなんかそういうのもなんかこうね、知り合いの人にね、知り合いいないんですけどね。 まあインターネットを通じて今までこうね優しくしてくれた人とかあ広告売ってくれてる人とかにこうねお返しでなんか送ったりできたらいいなとかそれぐらいですかねそれ送り終わった後すぐ死んだりとかするとね一番いいかななんていうふうには思いますあまあそんな感じです今日は以上です <laughs> やっぱりないね。うん、楽しみなのが、オブラディンゴを、これはもう終わらせなきゃいけないっていう使命感の方が強いですけど。うん、まあ、あとは、そうね、今やってるドラクエビルダーズの動画も、うん、ちゃんとやるべきとこまでは、それはやっといた方がいいだろうなと思うんだ 腰を据えて3時間も4時間もできるはっつうと、だから、ね、僕の気持ちが持たないんだね、あの,あのゲームはね。マインクラフトの方がとてもやりたいですね。マインクラね。でも買い直してやるほどでもないんだよなと思ったりするんだけどう、つい先日ちょっとマインクラフトの動画を見てね、 面白そうにやってる人を見るとやっぱり、ああ、僕も遊びたいなとか思うんですけど。でも実際遊ぶとまためんどくさいことも分かってっからさ。でも、うん、なあち、チートとかモッドとか入れるのもどうかなとは思ったりもするんだよね。うん、うんって思ったり。まあ、そ、その辺が今日の、今日の考えに至ってんだろうな。うん でもこの歌を歌ってる人の新曲聴くまで死ねないっていうのもないし、この人のライブに行きたいっていうのもないし、まあ、それでいいんだろうなと思ったりします。なんか、死ぬ直前に色々未練を残して、あれもしたかった、これもしたかったって、死ぬよりかはだいぶ潔いと思うんで、それでいいんじゃないかなっていうふうに思いました。 うというわけで僕はもう枯れましたって話で、えー、今日は終わります。それがいいと思うよ。じゃあ終わります。